少しから。あと1分。あ、サザンブリーズ消えたで。ここにあります。あ、これ。オンラインになったけど。はい、10秒前です。やばいや。5秒前。4、3、2、1。Ladies and gentlemen, サンサンフリーズ始まります。イエーイ！FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けいたします。水曜日の担当は FM ギノワンスタッフのメグがお届けします。この後6時までお付き合いください。よろしくお願いします。今日もですね、スタジオを飛び出しまして、ギノワントロピカルビーチから放送しております。ビーチの皆さん、こんにちは。イエーイ。ランクルネさん。皆さん、今日の始まり方聞きましたか？もうめちゃくちゃかっこよく始まっていただいたんですけども、実は今日 DJ ケンケンさんにお越しいただいてます。イエーイ。やたら声がでかい。ケンケンさん、こんにちは。こんにちは。すみません、ケンケンさん、はじめまして。はじめまして、すみません。さっきね、はい、私海にちょっとね、写真を撮りに行ってたら、はい、サッカーしてる人にナンパされたんですよ。何してんのって聞かれて、はいはいはい、ラジオですって、はい、あ、じゃあ降りてるわって。え、誰ですかそれは。ケンケンさんなんです。イエーイ。だってそういうことなんですよ。すいませんでした。そうなんですよ、はい、申し訳ありません、はい、今日ね、ビーチに遊びに来てくださってる方にちょっと今ブースの方に来ていただいてます。ケンケンさん、何してる方なんですか？ね、私はね、今ね、兵庫県っていうところに、はい、兵庫県姫路市っていうところにある、はい、まあ、私不動産会社に勤めてます、うん、はい、で今日はもう社員旅行で、まあ、明日帰るんですけども、はい、約、60数名で来てます。すごいお人数です、はい、もう完全自由でもうバラバラにされております。、はい、毎年沖縄とか決まってるんですか？ね、まあ、沖縄だったりとかね、まあ、はい、国内いろいろ、まあ、連れて行ってもらったりするんですけども、はい、まあ、今回は、まあ、沖縄に、まあ、3度目の社員旅行になります、はい、3度目の社員旅行 で、はい、で今日ね、バーベキューしてるみたいですよ。そうですね、美味しかったです。お肉が ね、もうほんとも美味しかった。もうほんまに佐賀牛、じゃあ違うわ。すいません、那覇牛、あ、違う、なね、そんな感じですね。はい、はい、皆さん、今日は海に入りましたか？入りました。クラゲにダダ刺されでした。嘘。じゃあそれは嘘ですけど、気持ちよかったです。こっちはいないですからね。いないですね、はい、はい、ちゃんとクラゲネットしてますので。そうですね、ものすごい焼けてるんですけど、何焼けですかこれは？ね、昨日はね、旅行初日目で、はい、バイクに乗りまして、うん、めっちゃいいじゃないですか。氷島、はい、ですかね、氷島に行きまして、はい、行きまして、バイクですごい綺麗かったんじゃないですか？綺麗かったです。車とバイクと、ね、まあ、2台で、まあ、計、うん、まあ、5人でね、行きまして、うん、このガラスの前におる、ちょっとね、まあ、聞いてる人は見れないと思うんですけども、ちょっとね、この人と一緒にね、行きまして、朝から出て、まあ、夕方ぐらいまでですかね、7時間ぐらい走りましたね、はい、はい、すごい7時間、はい、そうなんですよ。で、まあ、まあ沖縄の、ね、日差しが知らなかったんで、短パンと T シャツでね、やってしまったというね、まあ、結果で空焼けますね。はい、はい、今ね、ツイキャスの方にコメントをいただいてます、はい、今日のゲストはサンシャイン池崎ですか？イエーイ。てか、
姫路はややこしい人が多い場所やんって。まあね、あの僕もともと大阪なんで、姫路はね、あのなんとかなんとかかんとかたどり着いたところなんで、はい、流されたっていう感じで、流されて、はい、はい、そうなんですね。とってもノリがいいケンケンさんなんですが、ありがとうございます。はい。今日は今からどうするんですか？ね、今からね、7時に、まあ、会社の、まあ、夜ご飯ね、みんな集まって、はい、八重山さんっていう、まあ、名前出してんかな、いうところで、まあ、ご飯を食べて2時間飲み放題して、うん、そこから、まあ、どうなるかちょっと分かんないですけども、はい、はい、まあまあ会社なんでね、まあ社員旅行なんでどうなるか分かりませんね。はい、めっちゃ楽しんでますね。いやもうね、本当にね、沖縄はいいとこですよ、本当にね。いいとこですよ、はい、もう天気もね、いいですね。もうこれもう梅雨明けたんですかね、これ明けたっぽいですね。明けたっぽいですよ ね、 なんかね、そうですね、はい、今週もずっと晴れ予報なんで、そうですね、はい、かわいい声ね、手振っていただいてます、ありがとうございます。はい、今日は DJ ケンケンさんですよ。はい、いいよイエーイサンシャイン出ましたということで、今日もですね、観光客の人とそれから地元の方、たくさん遊びに来ていただいております。今日もですね、宜野湾トロピカルビーチより放送いたしますので、皆さんぜひ遊びに来て、ぜひブースに立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。ケンケンさん、それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。ジャスティスありがとうございました。今日はですね、メグ一人でお送りしております。なんと相方のセイントくんが今日は体調不良ということでお休みです。さあ今日はメグがお届けするんですけれども、今日のテーマ発表しましょう。今日のテーマは、急な休みができたら何をしますか。急な休みができたら何をしますかでお届けします。今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジで お聞きください。それではここで今日の1曲目をお届けしましょう。ゆいでサマーソング。ツイキャスの皆さん、こんにちはありがとうございます。今日はですね、セイントがお休みなので私一人で放送してるんですが、実はこの後ゲストさんもいらっしゃいますので、また紹介しますね。どっからかな、エコザイルさん、シュプリームさん、アルファイングケインさん、ありがとうございます変質者がブース前にあるそうですよ、映ってましたか。あ、サングラスね。今日編集作業多いですね、ビーチ。多いです、今日。
つもこんなに。海援祭以来ですさんが、はい、暴れる君っぽいなって言ってる。暴れる君、サンシャインに対抗して暴れる君。暴れる君っても言われるし、セント君とも言われます。あ、セント君ね。セント君、はい。あそこもどんどん出てるんですね。はい。今どんどんツイキャスでコメント来てます。今のコミュニティではいろんなところに出させていただいてるんで、はい、結構ね、露出してますんで、私が。はい、毎回ね。あと FM2 ラインでも出ます、はい、すごいもう全部そうですね、出れるところはもう、はい、全部出たいと思いますので、はい、山本さんにもお願いして、なんかどっか出れるところないんですかって話して、うん、今日決まりました。はい、ありがとうございます。通常ゲストも呼んだりしてるんですか。そうです ね、 そうなんですね、結構毎週ゲストいます、うんうんうん、いつもあの沖縄のタレント活動してる青年じゃあ今度また機会があれば、はい、あ、そろそろですか。はい、そろそろ、はいはいはい、よろしくお願いします。ちょっとお天気、大丈夫です。時刻は午後5時12分を回りました。まもなく13分です。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお送りしております。ではこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。まず本日7日この後のお天気ですが、晴れ時々曇り、波は 1.5 メートル後1メートル、降水確率はこの後 10% となっております。日中の最高気温は31度、今年に入って一番高い気温なんじゃないでしょうか。そして明日8日、南西の風のち北東の風、曇り、夜晴れ、ところにより朝雨の予報です。波は1メートルの予報です。午前中の降水確率は 20% から 30%、 午後12時から18時までが 20%、 18時から24時までが 10% の予報です。朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度の予報です。気温がだんだんと高くなってきておりますので、熱中症には十分気をつけてください。続いて、道路交通情報をお伝えします。現在沖縄自動車道上り宜野座インターチェンジ付近で落下物があります。車線変更は早めにお願いします。
そして、沖縄自動車道下り那覇インターチェンジ付近で故障車が止まっております。前方に気をつけて運転をしてください。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在国道58号線牧港交差点付近が渋滞が発生しております。そして330号線我如古交差点付近で渋滞が発生しております。県道34号線王者名から、前原にかけて長い渋滞が発生しております。上り坂になっていますので、ぜひ気をつけて運転をしてください。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。さて FM 宜野湾からサザンブリーズをお届けしております。ここからはですね、ゲストさんをお迎えしてお送りしたいと思います。本日のゲストはこの方です。では自己紹介でお願いします。はい、宜野湾市の皆様お久しぶりでございます。琉球海援祭事務局の藤村でございます。藤村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。琉球海援祭でね、はい、はい、お世話になっております。もうトロピカルビーチでは、はい、お世話になっております。お世話になっております。はい、でも琉球海援祭終わったとこなんですけど、今日はどんなお知らせですか？今日はですね、はい、花火ではなくてですね、はい、あのママチャリ5時間耐久レースというイベントを、ママチャリ5時間耐久レース、はい、うん、しかも伊豆南市までやるので、はい、そのご案内で告知で伺いました。そうなんですよね、はい、ママチャリ5時間耐久レース、これは今回何回目になるんですか？ですね、毎年富城でやってるんですけど、はい、これは今年もやります。はい、で伊豆名でやるのは初めてです。初開催です。初開催ですね、はい、また伊豆名に行ってしまったんですね。行ってしまったというよりあの伊豆名の方でもやっていただけませんかっていうことになってお声掛けいただきまして、それで、はい、伊豆名でも開催することになりました。伊豆名ってお船乗って、船ですね、あの亡き人の運転校で、ね、乗って1時間ぐらいで着きます、伊豆名島に。ああ、そうなんですね、はい、1時間で行けるんですね。はい、もうすぐですよ、うん、行ったことないんですけど、うんうん、この5時間耐久レースは、はい、その島をぐるぐる回ったりするんですか？これはちょっと違うんですね。実はあの、はい、伊是名空港っていうのがありまして、はい、今ここは使用されてない場所なんですけど、はあ、この滑走路の中で、はい、耐久レースを行います。全長どれぐらいあるんですか？610メーターですので、610メーター、はい、一周すると 1.2 キロになります。はい、ああ、いい距離ですねそうです。でこれをですね、はい、1チーム10名制エントリー制で、はい、交代しながらですね、チームで、はい、そうなんですね、はい、交代して5時間耐久して、はい、一番どのチームが多く走れたかっていうのを競うイベントでございます。何周回れたか。そうです、そうです。ってことですか？そうです、うん、この一周のうちの、はいはい、どこで交代しても大丈夫なんですか？これはですね、決められたピットで決められたピットでしか交代できません。あ、そうなんですね。そうです、そうです、うん、そこまではたどり着かないと。そうなんですよ、はい。じゃあ一人で何回も回ってから、もうそれも OK です。でも OK、 大丈夫です。ああ、そうなんですね。一人で1時間以上走ってもいいですし、結構意外と走れるもんなんですよ。意外といます？います、うん、1時間以上も。はいはいはい、いますよ、うん、沖縄の方って、はい、自転車乗ってるイメージないんですけど。本当ですか？結構最近はですね、乗ってる方も増えてきてますよ。なんかもう車じゃないですか、うん、確かにね、車社会ですから、ね、はい。今日ね、セイント君がいればよかったんですけど実はセイント君がですね、自転車乗れないんです。乗れない。大人なんですけど、うんうん、せいやくんじゃなくてですか？そうそうそう、うん、せいやくんなんですけどね、うんうん、はい。その話もちょっとしたかったんですけどね。なるほど。これは、ママチャリじゃないといけないんですか？これママチャリじゃないとダメなんですよ。そうなんですか、はい、例えば速く走れるロードバイクだったりとかは、うん、ダメ？ダメです、もうママチャリだけです。ママチャリ限定で、規定もありますので、はい、これはママチャリ沖縄で検索していただいたら、うんうんうん、ホームページ上に大会要項が載ってますので、そちらで確認していただければと思います。面白いですね。面白いですよ、ママチャリで走るっていうのが、うん、そうです。
ギアもつけちゃダメですからね。あ、そうなんですか。そうですそうです。ギアなしで、ママチャリなのでカゴがないとダメです。カゴも、はい、カゴもないとダメ。カゴないとダメです。そうなんですか、例えば、はいはい、改造したりとかは OK ですか。自転車の改造自体はダメなんですけど、うん、はい、あの自転車をデザインすることは OK です。あ、なんかキャラクターだったりとか。そうそうそう、つけても大丈夫です。あ、大丈夫なんですか、はい、それは OK なんだ。参加者であのコスプレする方もいらっしゃいますし、なんかね、フェイスブックで写真をちょっと拝見したんですけど、はい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 、コスプレの方ね、そう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 、写ってました、はい、あれ全部僕がアップしてるんですあれ。そうそうそう、毎回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 もう広報担当で広報担当なんで、うん、いい写真撮ってます、ね、なんで開演祭の方がねママチャリをやってるかっていうのも不思議だと思うんですけど。不思議です。あの開演祭のプロデューサーがあの、はい、企画したイベントでもございますので、うん、このママチャリ5時間耐久レースは、はい、うん、なんでママチャリに目をつけたんですか。あ、結構ですね、うんうん、あの沖縄ではあまり知ってる人もいれば知らない人も多いんですけど、はい、本土では5時間耐久、7時間耐久レースっていうのは盛んに行われてます、うん、例えばあの富士スピードウェイってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、あそこで7時間ママチャリ耐久レースもやってますし、あの十勝のスピードウェイでもやってますし、はい、あとですね、あ、駿河、うん、駿河、はい、駿河の方でもあの F1 で有名な駿河のコースの方でもママチャリ耐久レースっていうのはやってます。それを、うん、それを参加してですね、あ、これは沖縄でやったら面白いなっていうことで、はい、うん、まあ、11月、まあ、海とじも終わって、はい、あのバーベキューもやりながらこういったイベントができればいいなっていうことで富城で開催するようになりました。いいですね、はい、バーベキューもすることもできますので、はい、今回は、うん、今どれぐらい応募してくれてるんですかね。あ、今ですね、はい、エントリーはまだまだ募集してますので。いつまで大丈夫なんですか。はい、来週の16日の金曜日で、はい、エントリー締め切り、はい、まだ大丈夫です。もうお早めにお願いいたします、本当に、はい、見に行くだけじゃなくて参加も、ね、そうそう、参加した方がいいですよ。参加した方がいいですね、うん、これは、はい、で体感してみないと。そうですね、うん、しかもね、伊豆名島なので、はい、そうでございます。本島とはまた違うかと思うんですけど。そうですね、うん、またあの、うん、まあ、優勝者とか、うん、そういった方には受賞もするんですけど、あの沖縄縦断賞っていうのがありまして、はい、この5時間の中で、はい、この滑走路のコースを110周以上走った方々には、はい、あの来年度の琉球開演祭 の、はい、あのチケットも一チーム人数分あのプレゼントいたしますので。プレゼントで、はい、わー嬉しい。110周ですね。110周ぜひですね、110周は、はい、達成していただければと思います。すごいことになりますよ。来年度の琉球開演祭がまた15周年になりますので。あ、そうですよね、はい、ぜひこの機会に、はい、参加していただければと思っております。他にも表彰されるんですか。1位に、あ、はい、そのもちろん、あとは、うん、あとコスプレライダー賞と、あと、はい、ママチャリ装飾賞っていうのもありますので、はい、ぜひこちらの方もですね、気合い入れて、気合い入れて、はい、参加していただければと思っております、はい、参加したい方はどこに問い合わせればいいですか、うん、はい、ですね、あのママチャリ沖縄で検索していただいて、はい、あのホームページでエントリーをしておりますので、はいはい、そちらの方でエントリーの方をお済ませください。はい、ネットの方でね、ウェブで検索をしてみてください。はい、そして本番はいつになりますか。これ来あのもう今月の6月24日ですので、はい、もうすぐですね、6月24日土曜日、はい、6月24日土曜日で、はい、で、うん、何時から開催ですか。スタートがですね、あの、はい、13時からなりますので、はい、そこから5時間18時までとなってます。18時まで、はい、これは雨降った時はどうなるんですか。あ、雨降ってもやります。雨降っても、はい、はい、結構台風が来ない限り。あ、まあね、6月なんでまだ全然大丈夫、ね、大丈夫だと思いますけどね、ちょうど梅雨明けでね、梅雨明けて、うん、いい気候になってると思いますので。そうですね、はい、これは船で行かないといけないんですよね。あ、もう船です、うん、で、あのもう1時スタートで18時が終了になりますので、はい、確実に宿泊が必要になりますので、うん、そうですね、はい、お早めにあの宿泊の方も、はい、宿の手配も済ませてですね、あの大会の方に参加していただければと思っております。うん、宿の方はホームページに載ってたりとかするんですか。あ、こちらも、はい、すべてあの載せてますので。親切ですね、はい、さすが。はい、もうぜひですね、この機会に参加していただければと思っております。はい、ぜひ参加してみてください。はい、ツイキャスの方にたくさんコメントいただいてます。来てますか。はい、ありがとうございます。ですね、先ほど、出演していただいたケンケンさんがですね、サンシャイン池崎に対して今ですね、藤村さんは
こちら暴れる君っぽいなって暴れる君っぽいよく言われますよく言われますそれもそうなんですよ、ラジオ聴きの皆さん暴れる君に似てるんですよ。そしてですね、うん、大阪のおばっちゃりみたいなハンドルカバーや傘ホルダーはついてても OK ですか？あ、これもですね、はい、大会要項の方を見ていただければと思います。はい、多分大丈夫だったと思います、ホルダーは。あ、うん、ホルダーは大丈夫。あ、でですね、逆に、うん、もう問い合わせしてもらった方がいいと思いますので、はい、問い合わせ番号も今お伝えします。はい、お願いします。はい、098-927-7670、はい、098-927-7670となっております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。うん、こちら応援に行って見に行く方の見どころってどんなところですか？あ、応援だけ参加される方も、はい、このイベント大会参加、うん、始まってる時にですね、はい、バーベキューとかもしてますので。あ、近くで、うん、そうそう、それ全然、はい、決められたピットの中でバーベキューエリアも設けてますから、はい、バーベキューしながら応援していただいてもいいですし、楽しそう、はい、それがママチャリ耐久レースの見どころでございますので。ご家族で参加されても OK ですね。はい、しかも10人1組で10名1組で、ね、ただ10名集まらなくても参加することもできますので。そうなんですね。はい、で1人でも参加することができます。でこれは当日個人参加の方々を事務局で集約してですね、はい、特設チームを作って、わ、はい、参加することもできますので。それめっちゃいいじゃないですか。はい、もうぜひもうどんどんお問い合わせしていただければと思っております。もう1人でもちょっとやってみようと思ったらすぐ、はい、ね、応募してもらったら、応募してもらった方がいいと思う。いいですね、大会の事務局の方でチーム組んでくれるんだから、はい、もう全然やりますよ。全然1人でも参加できますね。はい、もう楽しそうですね。はい、もうかなり改めて紹介しますと、6月24日土曜日スタートが13時からになります。で場所は伊是名島での、ママチャリ5時間耐久レースとなります。はい、ぜひ皆さん出場ですね、はい、エントリーまだまだ受け付けておりますので、はい、ぜひ、ホームページの方をチェックしていただいてエントリーしていただけたらと思います。はい、そしてご家族の方やお友達の方はぜひ応援にそうですねいらしてください。はい、年齢制限はありませんから。あ、そうなんですね。ママチャリが乗れれば大丈夫です。はい、乗れれば大丈夫ということで、はい、ぜひ皆さん応募してください。それではですね、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、来週の16日がエントリー、締め切り日となっておりますので、お早めにエントリーの方をお済ませいただきますようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、ママチャリ5時間耐久レースから、藤村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではここで1曲お届けします。 JY で女子もどき。みたいなのあったほうがいいと思う。
ですか。あ、OK、わかりました。お願いいたします。ありがとうございます。本当に。今日のテーマは急な休みができたら何をしますかというテーマでお送りしております。皆さんメール、ツイキャス、コメントお願いします。今日はメイク一人でお届けしております。FM ギノワンよりサザンブリーズをお送りしております。今日はですね、ゲストさんたくさん出演していただいて本当に助かってます。ありがとうございます。今日はですね、サザンブリーズ担当、水曜日はメグとセイントの日なんですけども、セイント君今日お休みなのでメグが一人でお届けしております。今日のテーマは急な休みができたら何をしますかというテーマでですね、メールメッセージをお待ちしております。ぜひぜひ皆さん投稿してください。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。それでは一旦ここで CM です。
FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さあ今日のテーマは急な休みができたら何をしますかというテーマでお送りしております。ツイキャスの方にねたくさんコメントいただいてます。ありがとうございます。ちょっと遡ろうかな。シュプリームさんありがとうございます。急な休みができたら朝からずっと FM ギノワンを聞きたい。はい、模範回答です。ありがとうございます。さすがですね。もうシュープリームさんいつもねこのサザンブリーズの時間聞いていただいてありがとうございます。できたらね朝から聞いてくださいね。ぜひ時間があれば。そしてですね、たくさん来ていただいてるのでちょっと遡りましょうかね。エコザイルさんハローハローありがとうございます。ケインさんどうもハイサイハイタイありがとうございます。そしてあメググラさんに会うとありがとうございます。もうね暑すぎて日差しが眩しすぎてちょっと先ほどグラさんだったんですがちょっと影を作りましたので今大丈夫になりました。もうねここ直射日光がすごいんですよ。ビーチから放送してますのでちょうどね西日が入ってくる時間帯なんで暑いですけどもやっとね夏らしくなってきました。先ほどお天気お伝えしましたがもう今週週末までずっと晴れマークちょっと曇りぐらいなのでもしかしたら梅雨明けかもしれませんね。もうそろそろいい感じに晴れてます。そしてリクトさんこんにちは。いつもありがとうございます。せいやくん何してるんですか？せいやくんね体調不良で来れなくなっちゃいました。聞いてるかな？お家で聞いてたらせいやくんコメントしてください。そしてエコザイルさんメグチーム FM ギノワン立ち上げてどういうことだろう。あママチャリのねママチャリの耐久レースチーム FM ギノワンで出場しようかな。それいいかもしれませんね。エコザイルさんもママチャリ乗ったら一人で1時間ぐらい走ってくれますか？そこでちょっと稼いでもらって私たちも一周二周であとはお願いしますみたいな感じでよければぜひお願いします。あとシグナさんメイゴさんセイントさんこんにちはって今日ねセイントくんいないんですよ。そう日差し強そうですね。で今暑いです。ちょっと影にしたので今ちょっとマシになってます。さあそして今日はですね急な休みができたら何をしますかっていうテーマでお送りしておりますがアルフィングケインさん急な休みができたら愛車の洗車とカスタムカーに改造したり実家の草刈り作業や空いた貸しアパートのメンテナンス一息つく時には気分転換にカラオケしに行くか海を眺めに行きます。もう満載ですね。すごいギュッと詰め込んでますけど急な休みができたらもうやりたいことたくさん。そっかケインさんもねお仕事忙しそうですもんね。お仕事してる時にもうあれもこれも行きたいなってこうリストアップしててもし休みができたらこれをやりたいっていう感じなんでしょうかね。私も休みの日にねどうしても詰め込んじゃうタイプなんですよね。めっちゃわかります。仕事中仕事してる日にはできないことを休みの日に詰め込むタイプです。ほんと忙しくなっちゃうんですけどね。わかります。そしてコトさん、セイト君お休み悲しいお茶投げときますねって。そうコトさん今日お休みなんですよ。セイントくんがもしセイントくんこのツイキャス聞いてたらコメントしてくださいとちょっと投げかけときますね。残念ですね今日は天気予報スラスラと私が読んでしまいました。すいませんということで、今日は急な休みができたら何をしますかというテーマでお送りしております。まだまだメールメッセージお待ちしております。さてここで一曲お届けしましょう。先ほどママチャリの、ご案内していただきましたがこの曲ジュディ&マリーで自転車。
ことさん残念ですね。お茶ありがとうございます。体調不良でお休みということで、これぐらいのね、あのもうすぐ夏だなっていう時期はあのクーラーをつけてしまうんですけども、クーラーつけっぱなしで寝てしまったりするので風邪ひきやすいですよね。この時期風邪をひいてしまったのか、ちょっと体調不良ということで今日お休みなんです。もうサングラスは取っちゃいましたなんですよ。今日はセント君お休みなんですけど、ゲストさんに助けられてます。飛び込み参加のあの関西人の方もすごいですねサンシャイン池崎でした。めっちゃ面白かった。社員旅行で沖縄に来てたみたいですね。本当にあの海に遊びに来てもらったら、このブースにね立ち寄ってもらったらちょっと出演したりとかインタビューしちゃったりとかもありかもしれないので、ぜひお近くの方は遊びに来てください。今日結構ねビーチ人いますね。観光客の方がたくさん。いい天気なんでね、ビーチパーティーと海日和ですね。でも絶対焼けるので、今日31度ですよ。めちゃくちゃ暑い。日差しが絶対焼けるので、あの日焼け止めを忘れずに。もうちょっとかな。自転車懐かしい、懐かしい曲ですね。さあもうそろそろ、時刻は午後5時44分を回ったところです。 FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さてここからは FM ギノワンよりお知らせをいくつかさせていただきます。毎週水曜夜8時から放送中のポートリバースの人生はポリバケツより素敵なリスナープレゼントのお知らせです。今週6月10日土曜日に開催の FC 琉球ホーム戦、 FC 琉球 VS AC 長野パルセイノのバックスタンド自由席のご招待券をペア2組様にプレゼントいたします。ご希望の方は先着順でプレゼントしますので、 FM ギノワンまでスタジオの方まで直接取りに来てください。メールで取り置き希望の方は
メールアドレス797@fmgino1.com まで、数字の797@fmgino1.com まで、FC 琉球チケット希望と明記の上 FM ギノワンまで取りにお越しください。 FC 琉球のねホーム戦がペア二組様にいただいているということなので、ぜひ皆さん参戦してみてください。そしてもう一つ、FM ギノワンからのお知らせです。FM ギノワンでは一緒に働くスタッフを募集しています。18歳以上でラジオが好きな方、ラジオ局で働いてみたい方、性別経験は問いません。人と接するのが好きでやる気さえあればどなたでも大丈夫です。出勤日は月曜から金曜、時間は午後6時から12時まで、時給は714円から、もちろん働きに応じて昇給します。勤務日時間は相談に応じます。問い合わせは電話 098-943-0094、 メール 797@fmginowan.com まで、まずはお気軽にお問い合わせください。一緒にギノワン市を盛り上げましょう。そしてもう一つ、もう一つが、献血のお知らせです。明日ちょうどですね、宜野湾市で行われます。明日6月8日木曜日、宜野湾市、沖縄国際大学、場所は3号館横にて献血が行われます。時間は、10時から17時まで、ぜひ皆さん献血にご協力をお願いします。以上 FM 宜野湾よりお知らせでした。それではここで1曲お届けします。サニーデイサービスで東京シティブルース。今外にケンケンさんが通ってきました。ツイキャスで見えてますか？ちょっとねカメラの方向を変えてみたんですよ、外が見えるように。ちょうど先週ぐらいまではこの中の、T シャツとかが映ってて洗濯物干してるのみたいな感じだったんですけど、ちょっとねこっち側を映して野外でやってる海感を出してみました。FM ギノワンの旗が待ってますね。パタパタ。そろそろねビーチパーティーの時期なんですけど、結構早めに予約しないといけないらしいです。すぐねいっぱいになっちゃうので。
今日はですね、テーマ急な休みができたら何をしますかというテーマでお送りしております。毎日忙しく予定が詰まっていて、急に休みになるともう何をしていいかわからないっていうこともよくあると思うんですけども、皆さんはすぐ予定立てれるタイプですか？どうでしょうか？さあそろそろ曲が終わりそうですね。さあここでメールを紹介したいと思います。今日のテーマは急な休みができたら何をしますかというテーマでお送りしております。まずこちら、メグハロハロチュセイント君は丸バイで寝てたのかな、エコザイル出すよね。どうなんでしょうね、体調不良で今日は休みです。急な休みができたらね、車のメンテとか用事があったらそれを済ます。で何もなければとりあえずゆっくり休む。あとはモーニングエイトやサザンブリーズに乱入かな、じゃあ後からやといただきました。エコザイルさんありがとうございますね。休みだったらもうリスナーの皆さんはぜひ FM ギノワに遊びに来てくださいね。もうシュープリームさんといい模範回答ですね、ありがとうございます。そして次のメールが棚幸さんからいただきました。メグタンこんにちは。急な休みができたらって、そんなこと一回も起こったことないけど、とにかく島の最果てまでドライブしたいなって。いいですね、自然の中で見たことのない虫とか発見して観察したり、あとはゆっくり丁寧に料理してゆっくり食べるな。休みになった時のために献立考えようと思います。煮込み料理とかでかい肉とか煮込みたい、どうどうっていただきました。ありがとうございます。いいですね、島の最果てまでドライブとか、あ思い立ってそんな行ってみたい、めっちゃいいじゃないですかね。あの虫を観察したりとか自然に触れるって癒されますよね。それからゆっくり料理をしたいということで、そういう日にね、あの材料の買い出しから考えて、ゆっくりね時間あるんで、材料の買い出しから作ってる最中もあと食べる時も楽しめますよね。お休み満喫できそうです。あと私は最近あの圧力鍋をゲットしたので、最近圧力鍋の煮込み料理にハマってます。ぜひ田之内さんもやってみてください。ありがとうございます。もう一個いけるかな、メグタンセイントさんこんにちは。あれセイントさんがいないんですけどお休みなんですか、ということでお休みでした。さて今日のテーマ急な休みができたら何をしますかなんですけど、もし急な休みがあったら、天気が良かったらレンタルバイク店から 400cc のマニュアルの車のバイク借りて、辺戸岬までツーリングに出かけたいです。いいですね、もちろん FM ギノワのツイキャスを聞きながらね。あと可能なら、元部にあるパワースポットにも行ってみたいです。それではメグさんセイントさん放送最後まで頑張ってね。ラジオネームがシグナスさんよりありがとうございます。バイクいいですよね、大きなバイクでツーリングはいいですね。時間があるときにぜひ行ってみたい。あの私は大きいのが乗れないので後ろに乗ってね行ってみたいですね。あとツイキャスを聞きながらということで、もう皆さんありがとうございます。本当に模範回答ですよねいつも皆さんのコメントメールで助かってます、ありがとうございます。さあそういうことで、もうそろそろエンディングの時間になってきたんですけれども、今日もですね FM ギノワンのサテライトスタジオよりお送りをしました。今日はですねあのビーチに遊びに来て
いる方に出演していただいたり、それからママチャリ耐久レースの村藤さんにお越しいただいたりと、もうゲスト盛りだくさんでお届けしましたね。いつもツイキャス見ていただいてる方、ちょっと寂しかったっていうコメントもいただいたんですけど、また来週ね、この時間帯に何をしてたのか、セイント君どうなってたのかね、詰めましょうね、聞きましょう。また来週聞いてみたいと思います。来週はですね、セイントのコーナーもありますので、ぜひ皆さんお楽しみにということで、今日はこの辺で FM ギノワンよりサザンブリーズをお送りしてきました。今日の担当は FM ギノワンスタッフのメグがお送りしました。それではこの後も FM ギノワンまだまだ続きますので、ぜひぜひお聞きください。それではまた来週、さようなら。ツイキャスの皆さん、ありがとうございました。コメントもたくさんありがとうございます。来週はね、セイント君の